本日は当社決算説明会をご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは2023年8月期第2四半期の決算説明を始めさせていただきます。本日はこちらの流れでご説明いたします。2023年8月期第2四半期 連結業績の数字はご覧の通りでございます。前期と比較して売上高が2.9億円増加し、前期比9.3%増、営業利益が1.8億円増加し、前期比92.7%増、e、EBITDA が1.9億円増加し、前期比69.3%増。 親会社株主に帰属する四半期純利益が1.4億円増加し前期比137.9%増となり増収増益を達成いたしました2023年8月期第2四半期のセグメント別業績はご覧のとおりになります当社は事業セグメントを コミュニケーションサービス事業とデジタルソリューション事業の2つに分けております。コミュニケーションサービス事業では、収益性の改善を図りながら、売上高を拡大させてまいりました。また、前期の本社移転によるオフィス関連費用の削減効果も相まって、営業利益は前期比で、 大きく増加いたたししましたデジタルソリューション事業では高い成長性を継続しながらさらなる事業拡大に向け先行投資を実施いたしました連結業績の要因と今期のトピックスに関してはこれから詳しくご説明いたします。まずは 連結業績の主な要因についてです当社は豊富なノウハウや経験を有するコミュニケーションサービス事業とコロナ以前から注力してきたデジタルソリューション事業が相互に連携を図りクライアントへの新規提案やクロスセルの推進に注力しております。 コミュニケーションサービス事業では社会的要請の高まりを受けクライアントからサスティナビリティ PR の相談が急増いたしましたそれに加え当社が強みを持つヘルスケアや IT 関連の案件リアルイベントの引き合いも増加いたしましたまた海外では アフターコロナによる経済活動の正常化に伴い中国では増収増益を達成し東南アジアでは訪日プロモーションや日系企業の現地でのマーケティング支援の受注が拡大いたしましまデジタルソリューション事業ではインターネット広告 SNS 運用コンサルティング データ分析などのデジタルサービスに対する引き合いが今期に入っても好調を維持しております。またプラップノードが提供する PR オートメーションは広報 PR 業務の DX 推進ツールとしての地位を確立しさらなる販売拡大につなげるために人材やマーケティングへの 成長投資を実施いたしましたここからは今期のトピックスについてご説明いたしますまず今期注力しているサービスについて四点ご紹介いたします一つ目は当社のデジタル専門チームデジタル PR スタジオが開発したサービスになります 予備軍ターゲティングはヘルスケア企業向けの新たなサービスであり把握することが難しい見込み患者をビッグデータ解析から高い解像度で導き出して意識変容を促す PR コンテンツをピンポイントに発信いたします動画配信サービスは PR イベントの動画化企業の サスティナビリティの取り組みの動画化デジタルサイネージを組み合わせた配信など動画を活用した PR ニーズに幅広く対応できるパッケージ型サービスになります2つ目は日本中国東南アジアのグループ会社の連携によるインバウンドアウトバウンド関連の サービスになります国内外における経済活動の正常化の流れを受けて国境を越えた人や企業投資が活発化していますこれにより法律プロモーションや企業の海外進出に関する PR マーケティングのニーズが拡大しておりグループ横断で 対応できる体制を構築いたしました三つ目はサスティナビリティゼ01コンサルティングです当社はプラップサスティナビリティ &SDGs ラボを設立し数多くのクライアントのサスティナビリティに関するコミュニケーション施策を支援してまいりました これまでラボで蓄積してきた知識と実績をもとにサスティナビリティゼロイチコンサルティングをサービス化いたしました PR 会社としての強みを生かしクライアントのサスティナビリティに関する方針や戦略の企画立案だけではなく社会やメディアへの情報発信までを フォーカス的にコンサルティングできるところが特徴になります。最後に、インフルエンサー・リレーションズです。企業やブランドと生活者のコミュニケーションを活性化するために、SNS を活用したいというクライアントニーズが高まっております。当社の Z 世代の社員を中心にした横断チームが、 インフルエンサーとの関係構築を支援するインフルエンサーリレーションズのサービスを開発し提供を開始いたしました次にサービス開発以外のトピックスをご紹介いたします当社の取り組みをステークホルダーの皆様に知っていただくことを目的にコーポレートホームページにて PR 支援事例に関する 情報発信を強化しておりますサステナビリティやデジタルサービスインバウンドヘルスケアなど当社が強みとする領域を中心に事例を追加しておりますまた当社は D&I に取り組む全国の企業を表彰するアワードにおいて最高位、e、ランクの ベスストワークプレイに認定されました当社は本業を通じてサステナブルな社会の実現に寄与することを目指すとともに社内外での人材育成にも注力しており今後もサステナビリティ経営の推進に努めてまいります。2023年8月期の 通期業績予想に対する進捗は売上高営業利益ともに順調に推移しております下記には人材採用サービス開発チャット GPT をはじめとする生成 AI の業務利用に関する研究開発など当社の持続的成長につながる投資を計画しております 第2四半期終了時点では売上高営業利益ともに業績予想は修正しておりません。第3四半期以降の業績進捗を鑑みながら業績予想の修正基準への該当が見込まれる場合には速やかに情報開示を行います。当社は 株主や投資家などのステークホルダーの皆様のご期待に応えるため中長期的な企業価値向上を実現するための経営目標を新たに策定いたしました。具体的には本業の収益力を持続的に向上させ必要に応じた機動的な株主還元策を実施することによって現状 3から4%の水準にとどまっている連結ベースの ROE を2023年8月期以降早期かつ継続的に8%以上の水準に改善することを目指します当社は新型コロナ感染症が蔓延していた環境下においても株主の皆様への 安定的な配当を継続ししてままいりました今後も安定配当の方針を持続していくために本業の収益力向上を強く意識した経営に取り組んでまいります。今期の事業戦略は秘書に掲げたこの5点に引き続き注力し PR 発想のコミュニケーション・コンサルティンググループとして さらなる成長を目指してまいります各戦略に関してはこの後詳しくご説明いたしますまずは PR 会社の枠を変えたサービスポートフォリオの構築です長年の歴史の中で培ってきたトラディショナルな PR サービスと新たなコミュニケーションサービスを掛け合わせ クライアントニーズの変化に対応できるポートフォリオの拡充をしてまいります。また今期に入って国内外で経済活動の正常化が進展しておりインバウンド・アウトバウンド案件やリアルイベント案件の引き合いが増加しております。人の移動や企業投資が活発化してきた東南アジア関連の 案件に加え今後本格回復へ予想される中国人観光客向けの案件にも万全の体制で対応してまいります二つ目は海外事業の拡大です海外事業に関しては国境を越えた人の移動や企業投資が活発化している機会を捉え リアルイベントやインバウンド観光需要の案件獲得に注力いたします。また、エマンド A やアライアンスを通じた進出拠点の拡大や提供サービスの拡充についても積極的に検討を進めてまいります。三つ目はデジタル領域の拡充です。デジタル PR や デジタルマーケティングに対するクライアントニーズは継続的に高く SNS の利用やデータ分析といった受注が拡大しているサービスの提供体制を強化するとともに新サービスに対する積極的な投資も実施してまいります。4つ目は国内外でのグループ連携の加速になります。 当社は日本中国東南アジアの3拠点でビジネスを展開しておりグループ会社同士の連携や国内外の事業連携も多数生まれてきております。今後の需要増大が見込まれるインバウンドアウトバウンド関連の対応をはじめとして国内外のグループ会社が連携し 各社の専門性や強みを掛け合わせることでコミュニケーション領域におけるワンストップソリューションを提供し事業拡大につなげてまいります最後にエン M&A アライアンスの推進ですこの数年間デジタルサービスの事業領域を中心に専門性の高いグループ会社が新たに加わったことで 当社のサービスラインナップは拡大拡大充いたたししました今後も PR 発想のコミュニケーションコンサルティンググループとしてクライアントが抱えるさまざまな課題に対しグループ一丸で最適なソリューションを提供できる体制の強化を図るため事業シナジーの高い M&A アライアンスの検討を 積極的に進めてままいります以上で2023年8月期第2四半期の検査説明を終了させていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。